アフリーエアックアは、ガーナスイヤニ出身の同国代表サッカー選手である、アルバティン FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。豊富な運動量を誇り、エッシェン2世とも評される守備的ミッドフィールダー。国内のクラブ、ヤングゴールドフィールズにて選手としてのキャリアをスタートさせ、2005年に、大陸を渡り北たアイルランドの強豪、グレントラン FC に入団した。 グレントランでは2007年にトップチームに昇格したものの公式戦出場はなく、翌年に母国の2部リーグに所属するアマチュアクラブマインスターズ FC に移籍。公式戦初出場を果たす。2009年夏に一部のビーチムユナイテッドと契約したが、試合に出場する間もなく9月には DC ユナイテッドのガーナアカデミーに移籍した。2010年2月に才能に目をつけた。 イタリアのパレルモに遺跡。しばらくはプリマベーラでプレーしていたが、故障者の続出などにより2011年1月にトップチーム入り、2月13日のフィオレンティーナ戦でデビュー。以後、着々と経験を積んでいる。私生活では2011年9月に一つ年下のガーナ人女性と婚約した。2012年7月16日、 パルマ FC に共同保有権の買取オプション付きのレンタル移籍。2013年1月24日、ドイツ・ブンデスリーガの1899ホフフェンハイムへ完全移籍した。しかし公式戦出場の機会を得られず、同年7月パルマ FC に再びレンタル移籍した。2014年6月28日、パルマ FC への完全移籍が発表された。 U-17 代表に呼ばれたのを最後に代表チームとは縁がなかったがパレルモでの活躍を受けて2011年12月に U-20 代表に選出された。2012年2月29日アメリカフィラデルフィアで行われたチリとの親善試合で A 代表初キャップを記録した。2012年10月13日のアフリカネーションズカップ2013予選。 マラウイ戦で代表初得点となる決勝ゴールを挙げた。ありがとうございます。